島根県西部の益田市。美しい海岸線に心を奪われた後、列車は益田駅へと入っていきます。乗り換え時間が3分しかないので、大急ぎで階段を駆け上がって特急列車スーパーオキ1号へと乗り換えました。昨日美祢線という路線を使って山陰に入ったばかりでしたが、24時間も経たないうちにまた山陽まで戻ってしまいます。最長片道切符の旅はこういう反復横跳びみたいな、あの普通の旅行では絶対にしないような移動をすることがよくありますが、まあこれもね、一つの魅力ではないでしょうか。特急スーパーオキ号で山口県の玄関口、山陽新幹線も止まる新山口駅まで向かいます。新山口という駅名になったのは実は割と最近で、2003年頃まで自治体名の小郡駅を名乗っていました。小郡までは1時間と40分、中国山地西部を一気に貫きます。さっきまで乗っていた山陽本線から分かれて山口線という路線に入っていきます。こちらは本線とはつかないんですが、特急列車がね、1日に3往復走っていまして、まだギリギリ長距離輸送を担っているような路線です。また10年ぐらい前までは貨物列車も運転されていました。多分この線路目の前の工場もね、昔は鉄道を使って原材料を引き込んで、で製品を出荷してということをしていたんでしょう。山口線は今は貨物列車の運転がありませんが、たまにね、あの山陽側の路線が運休になった時に貨物列車を頑張って山陰側まで迂回させて運行するということがあります。本当にたまにしかないんですが、そういう時にね、まだ山口線にも貨物列車が通ることもあります。益田市内を流れる高津川の水系に沿って列車は進んでいきます。このスーパーオキ号なんですが、本当だったらね、時速120キロは出せる結構強い車両を使っています。実際山陰本線の区間ではそれに近い速度で走れるんですが、この山口線は速度制限が厳しくて時速85キロまでしか出せません。あまりにも速くしすぎると線路の痛みが激しくなるので、まあこれぐらいに抑えているんだと思いますが、にしても今遅いですね。ちょうど駅に入るところで線路の分岐がありまして、そこで速度制限を受けるのでこれだけ遅くなっています。もっと特急がたくさん走る路線だったら、こういうところでも減速しないで済むように改良がされるんですが、それもされていません。まあ1日3往復の特急のためだけにそこまでするのはね、ちょっとお金がかかりすぎますからね。車両はかなりいいものを使っているけれども、線路が昔のままなので、国鉄時代からあんまり変わらない運転の仕方が今でもなされているのです。またこの車両ですね、もう一つ高速で走るための機能がついていて、あのモータースポーツでカーブを曲がる時のように車体を傾けることで、より高速でカーブを通過できると、そういう機能も持ち合わせています。鉄道では振り子と呼ばれる機能ですが、そちらについても山口線では使われていません。カーブを高速で通過するとレールの歪みとかも激しくなるので、まあ、その保守点検の手間もかかるから、まあ使っていないと、そういうことだと思います。山口線に並行して流れる高津川、一級河川なんですが、ダムが一個もないそうです。大きい川って大体どこかにダムがありますからね、かなり珍しいです。水質が良く美味しい鮎が釣れるということで、多くの人が鮎を釣りに訪れるそうです。お、国道に崖崩れ防止のためのロックシェッドが、ヤマタノオロチのように長く連なっています。多分もともとは今見えている集落の中を通っていた国道を、拡幅のために川の向こう岸に移したんでしょうね。この国道9号は西日本で一番長い国道です。起点はなんと京都、そこから山陰地方を縦断して山口市内で山陽を走っていた国道2号と合流すると、800キロ近くあるとんでもなく長い道です。鉄道に詳しい人はお分かりかと思いますが、ほとんどの区間では山陰本線と並走するんですが、益田から南だけは山陰本線から離れて山口線を経由すると、特急列車と同じルートになっています。まだ特急券を買えていなかったので車掌さんから購入しました。この列車2両編成とすごく短いんですが、1両が指定席、もう1両が自由席となっています。事前に予約をしなくても大丈夫です。最近 JR の特急列車は全国的に指定席のみにして自由席をもうなくしてしまうという動きが盛んなんですが、この列車にはちゃんと自由席が生き残っています。自由席にお客さんが乗ってくると、車掌さんがいちいち清算に行かないといけません。一方の指定席はもう現代ではお客さんが事前にインターネットで予約と精算も済ませてくれています。席を確保するためにお客さんが駅の窓口に殺到するということが昔ほどはなくなっているのです。なので面倒な自由席が指定席に変わっていっているわけですが、なぜこの沖号に自由席が残っているかと、その理由はですね、まさに今止まっているような停車駅にあります。この日原駅、特急沖号も停車しますが、1日の利用者数なんと100人も行きません。特急停車駅とは思えない少なさです。
一応無人駅ではないんですが、近距離の簡単な切符しか売っていなくて、指定席を売れるような設備がないんですよね。山口線内にはこういう風に置き号は止まるけれども、指定席券を買うことができないという駅がいくつかありまして、その救済措置ということで自由席が残っているんだと思います。平地では列車は最高速度近く85キロぐらいで走ります。横の国道を走る車よりちょっと速いぐらい、特急列車にしてはちょっと速さが見劣りしますが、山口線にはですね、並行するような高速道路がありません。自家用車以外競合するような移動手段がないので、昔から特急置き号は3往復のままでやっています。逆に3往復しかないにもかかわらず2両編成と非常に少ない座席数で成り立っているということを考えるとですね、この山口線のように島根県と山口県を結ぶ移動需要っていうのはかなり少ないんでしょう。山口よりも大都会広島へと向かう需要の方がこの辺り多いようでして、増田やこの先の津和野からは広島へと向かう高速バスが何本も出ています。特急列車が少なければ普通列車も少なくてですね、山口市近郊までの間は6往復から8往復ぐらいしか走っていません。特急こそ走れども、実態としてはローカル線に限りなく近いものになっています。高津川水系をだいぶ遡ってきました。もうすぐ島根県最後の駅津和野です。その前に車掌さんから観光案内の放送がありました。津和野は昔ながらの城下町の町並みが残っていて、山陰の小京都などと呼ばれるんですが、町内の観光スポットをですね、車掌さんの肉声で案内していました。実は津和野には YouTube を始める前に来たことがありまして、だいぶ前なのでうる覚えですが、町の雰囲気はかなり落ち着いていて結構良かったのを覚えています。さて、この津和野駅、SL 山口という蒸気機関車の観光列車の終着駅となっています。映し忘れていましたが、反対側の車窓には蒸気機関車の向きを変える転車台があって、今でも SL 山口の進行方向を変えるのに使われています。この津和野駅から先ですね、県境の結構険しい峠道が待ち構えていまして、蒸気機関車がバリバリの現役だった頃はここで蒸気機関車を2両つなげてですね、出力を上げて峠越えに臨むということをやっていました。蒸気機関車は整備はもちろん、水や石炭の補給を行うためにかなりの人手が必要でして、最盛期には多くの国鉄職員さんが働いていたそうです。広大な敷地に鉄道施設が広がっていて、かつては鉄道の街と呼ばれていました。観光列車として走っている SL 山口号も、かつての鉄道の町津和野があったということで山口線が選ばれて走っているという側面もあるんじゃないでしょうか。城下町の中心部はね、ちょっと線路からは見えませんが、見える範囲だけでも結構古そうな和風のお家がたくさん並んでいるのがわかります。津和野はですね、東京や大阪などの大都市から結構距離が離れていて、小京都として知られるような他の町と比べてそこまで観光客は多くない印象があります。津和野の人にとってはあまりいいことではありませんが、観光する側からしたら人が少ない分落ち着いて街歩きを楽しむことができると思います。さて、車窓反対側に目をやりますと、山肌にたくさん鳥居が並んでいます。稲荷神社の特徴的な外見の一つですね。あちらにも前行きましたが、圧倒的な数の鳥居や社殿が素晴らしいのはもちろん、城下町を含めた津和野盆地一帯を眺めることができて、写真撮影にはうってつけの場所です。津和野の町はね、結構細長く続いています。ちなみにこの辺りに小説家として知られる森鴎外が育ったお家があるそうです。その一帯を過ぎるあたりから山口線の線路は少しずつ高さを上げていきます。これからいよいよ峠越えというわけですね。線路が高いところを通っていて、列車内からも広大な津和野盆地を見渡すことができて、なかなかいい車窓でした。今まで並走してきた国道9号はちょっと線路から離れまして、野坂峠というところを通ります。ただそちらは車ならいいですが、鉄道にはちょっと急すぎる坂道だということで、山口線の方はちょっと迂回して走ります。国道から離れた道路にはほとんど車が走っておらず、一気に山深いところに入ってきたなという印象です。もちろんそんなところにも人は住んでいるわけで、ちゃんとインフラは整っています。県道に沿うように通っている電線の点検をちょうどね、電力会社の人がやっている最中でした。発展途上国に行ったら、こんな山の中にはもう電気も水道も電波もないと、日本でいうところの江戸時代同然の生活をずっと続けているというところも腐るほどあると思いますが、もう日本ではそういうところはもう極限まで山を分け入っていかない限りはないですね。これぐらい平地がちゃんとあるところであれば、最低限のインフラはしっかり整っています。
1500m のトンネルで一気に峠越え、県境を越えました。蒸気機関車の時代には機関士さんたちはこういう長いトンネルの中だと煙に巻かれて窒息と隣り合わせの状態で乗務されていました。相当過酷な労働環境だったと思います。今の SL 人吉は煙の量が少ない石炭を使っていると思うので昔ほど大変ではないはずです。山道を走ってきたかと思えばいきなりだだっ広い平地が広がります。これが徳佐盆地です。あまりにもだだっ広いので宇宙人の着陸基地じゃないかという都市伝説もあるそうですが、この徳佐盆地の成り立ちを調べてみるとかなりすごい成り立ち方をしていたということが分かりましたので、ちょっとね時間を割いて説明させていただこうと思います。かなり面白いです。徳佐盆地、衛星写真を見ても中国山地の山の中とは思えないぐらい真っ平らなのが分かります。もともとこんな真っ平らだったわけではなくて、大元はさっきのツワノのあたりのようなごく普通の谷筋になっていて、川が北方向、ツワノや増田の方向へと流れていました。それがある時突然ですね、さっきの野坂峠のあたりで噴火により新しい火山ができまして、川がせき止められて湖になってしまいました。その間にですね、周りの山から流れ出てきた土砂が長い年月をかけて均等に降り積もって真っ平らな土地ができたのです。さあ土地はできました。ただ水が抜けないといけません。一見山に囲まれていてどこにも水の逃げ場所がないように見えます。ここで救世主になったのが湖のかなり近くを流れていた阿武川です。阿武川がですね、長い時間をかけて湖との境界になっていた山を少しずつ水の流れで削りまして、いよいよ迎えに来てくれる日が来ました。阿武川とつながった瞬間、ものすごい洪水が起こったと思いますが、水が抜けて今の徳佐盆地になったというわけです。面白いのがですね、この徳佐に流れていた川、もともとは北に進んで増田に流れていたわけですが、湖の期間を経て現在では南西方向へ進んで萩に流れると、長い時間を経て流れる方向が真逆になったと、そういう珍しい経緯を持つ川です。盆地ができた経緯を考えると、もともとは今見えている真っ平らな地平面のはるか下の方に谷底があったということになります。ちょっと不思議な感じがしますね。いや、山間部ではなかなか見ることができないような地形を楽しむことができました。この辺りは標高が高く夏でも結構涼しいということで、西日本でも有数のリンゴの産地になっているそうです。その高原地帯徳佐盆地の中心駅徳佐駅に到着。木造の跨線橋が結構立派でした。この徳佐駅も利用者がめちゃめちゃ少なくて1日あたり150人くらいしかいません。この列車に乗ってくる人も確か数人しかいなかったんじゃないかな。需要はかなり小さいです。駅を発車するときエンジンの力強い加速音が聞こえてきます。といってもそこまで強くはなかったですね。割と新しい21世紀に入ってから作られた車両なので、その辺の騒音対策とかはしっかりしているんでしょうか。この辺りの駅、非常に利用者が少ないという話をしていましたが、とはいえ山口線は地域の方々にとっては非常に重要な公共交通になっています。山口市中心部までのバスもあるにはあるんですが、1日に2本から3本ほどしか使えません。他の移動手段がないので、お年寄りとかだと特にね、特急を使って山口市街地に買い物に出るとか、そういう短距離での特急の利用も結構あると思います。先ほど徳佐盆地の成り立ちで紹介した阿武川を渡ります。橋が結構最近のものでした。10年くらい前に大雨で山口線のこの辺り大きな被害を受けて橋が何本も流されたそうですが、その復旧工事で再建された橋のようでした。中国山地の他の路線の例に漏れず、山口線も定期的に大雨の影響を受けています。特急沖号、さすがは特急ということで、この辺りの小さい無人駅をバンバンと通過していきます。また小さい集落が見えてきました。この辺りの駅も通過するのかなと思いきや、徐々にスピードを落としてきました。停車するようです。この駅、三谷駅と言いますが、1日の利用者数はなんとね、50名以下になってしまいました。特急沖号どころか日本中の特急列車が停車する駅で、トップクラスに利用者が少ない駅です。駅ではもちろん改札などを行っておらず、近くの商店でね、近距離の切符を発売はしてはいたんですが、それも2021年に終わってしまって、現在では完全なる無人駅となりました。1970年代まで国鉄は普通列車しか止まらないようなローカル線の駅であっても、ほとんどが有人駅だったかと思うんですが、80年代に入って国鉄の経営が悪化しだすと同時に無人駅がどんどん増えていきました。駅の無人化は80年代の終わりぐらいまでで一段落したんですが、その後も過疎化が進むにつれて無人駅はじりじりと増えていきました。
最近になると IT 技術が進んで駅を遠隔で監視することができるようになってきましたので、大都市の通勤電車が止まるような駅であっても無人化が進んできています。また無人駅を通過します。次の駅は長門峡駅。さっきの徳佐盆地の成り立ちのところで別の川が迎えに来ましたよみたいなことを言いましたけれど、その迎えに来た阿武川と古代の湖が落ち合ったのがこの長門峡あたりです。長門峡素晴らしいところらしいですね。駅を通過してすぐ山の細い切れ目が見えますが、あそこが長門峡の入り口で、阿武川はめちゃくちゃ細い谷筋を通って萩の近くで日本海に注いでいます。阿武川ぐらい立派な川だったら普通あんな細い V 字谷にはならないと思います。多分あそこに流れるようになってからまだ日が浅いので、そんなに谷が削られていないんでしょうね。長門峡はあまりにも谷が深すぎて、ほとんど人が住んでいない無人地帯が続きます。その分自分の足で分け入っていってトレッキングをするのはすごい楽しいんじゃないでしょうか。特に秋は紅葉が素晴らしいそうです。ぜひ行ってみたいですね。県境の区間に続き2度目の峠越えが近づいてきました。峠の手前にある篠目駅、ドアは開きませんが普通列車と行き違うために停車するようです。この先山口市内との間で木戸田尾という大きい峠道が控えていまして、山口側から峠を登ってきた列車にすれば、登り切った最初の駅ということになります。昔の蒸気機関車は石炭とともにですね、水を大量に消費する乗り物でして、当時の給水塔が篠目駅には残っています。現在の観光列車 SL 山口号では給水塔は使われていませんが、 SL が普通に走っていた時代にはあそこから水を供給したり、また石炭を補給したりと、峠を登ってきた蒸気機関車が一時休憩するような場所でした。現在ではそういう使われ方全くしませんが、当時の縁もあってということなのか、 SL 山口号はしっかりと停車しています。木戸田尾の下り勾配を沖号は一気に駆け下りていきます。結構木が邪魔をしていますが、進行方向左手の方で、ね、高台から見下ろすように仁保地区の盆地が見えて、なかなか景色がいいです。あんまり SL に興味がないような人でもね、山口線自体そこそこ景色がいい路線なので十分楽しめるんじゃないでしょうか。峠で標高を一気に200メートルほど下げまして山口盆地に入ってきました。県庁所在地山口市の郊外住宅地が広がっています。山口市は県庁所在地でこそありますが、人口は20万人もいっていません。下関市に大きく水を分けられています。列車は宮野駅を通過。なぜか映像が、傾いていて申し訳ないんですが、この宮野駅から山口線はですね、市内の通勤通学路線の役割が大きくなりまして、列車本数も大幅に増えていきます。この山口市中世にはですね、当時この地を治めていた大内氏が戦乱で荒れ果てた都から文化人を数多く疎開させまして、非常に繁栄を極めていた時期がありました。江戸時代には政治の中心は萩に移ったんですが、幕末の最後になってですね、長州藩がまた山口に藩庁を戻しまして、そのまんま山口県庁になったと、そういう経緯で県庁所在地になっています。この特急沖号で面白いのが、英語など他の言語の放送は自動放送があるんですよ。ただ日本語での放送は車掌さんが未だに肉声でやっています。これは僕の推測に過ぎないんですが、沖号は基本的に2両編成しかないので、お客さんの切符の確認などに全然時間がかからないんですよ。なので日本語の自動放送は全然ないんじゃないかなと思います。諏訪野駅の手前で観光案内の放送を車掌さんがやっていたのも同じ理由ではないでしょうか。県庁の最寄り駅山口駅に到着。といっても新山口駅が実質的に市の玄関口になっていて、利用者数は3倍以上の開きがあります。2021年にはついに緑の窓口もなくなってしまいました。県庁の最寄り駅としては多分山口駅が唯一なんじゃないでしょうか。とはいえ地元の人の利用はそこそこあって、先ほど話したように通勤通学での利用も多いです。2023年現在は1日に28往復と、日中でも40分に1本ぐらいでしょうか。町の規模にしてはそこそこ走っていて、こればかりは国鉄時代と比べると幾分か改善されています。山口駅の隣湯田温泉駅、その名の通り駅から歩いて10分ぐらいのところにですね、古くからの温泉街湯田温泉の旅館街が広がっています。温泉だけではなくてですね、居酒屋などが多い歓楽街もどちらかというとこの湯田温泉寄りになっていまして、市役所や県庁、美術館などの観光庁的なものが山口駅近辺で、歓楽街的なのが湯田温泉駅近辺と、地図を見る限りはそんな感じがしました。僕山口市内については全然詳しくないので、より詳しい方ね、地元の方いらっしゃいましたら、ぜひコメントとかでその辺を教えていただければ幸いです。
山口から新山口までは特急だと20分ぐらい、普通列車でも25分ぐらいで着いてしまう結構近い距離です。その間ですね、沖号の座り心地がめちゃくちゃ良くてほとんど寝てしまっていましたね。気がついたらもうすぐ新山口駅に着くというところでした。蒸気機関車時代からの扇形の車庫、線形車庫がそのまま活用されていて、機動車が一両一両線路に収められているのが見えます。機動車はキハ40系という国鉄時代から使っているやつ、橙色のやつですね。そしてこの今見えている黄色いやつは電車です。115系電車、こちらも国鉄時代からずっと使っているやつと、山口県内の在来線は基本的にボロいやつしかありません。もう何もかも国鉄時代からのまんまみたいなところですが、2023年になってようやく交通系 IC カードが使えるようになったという新しいニュースもあります。これから山口も少しずつ変わっていくんでしょうね。はい、小郡に到着しました。まあ、小郡といってもそれは昔の2000何年かまでの駅名で、今は新山口駅ですね。もともと小郡町にある駅だったので小郡だったんですが、山口市に合併されたので新山口と改称したと、そういう経緯だったかと思います。いや、山口あたりからね、もう大体の区間寝てて、時々起きてとりあえず録画ボタンを押すって感じでしたね。いや、眠かった。まあ、それだけ快適な座席だったということですね。昨日泊まっていた朝からは新幹線で一駅で来れてしまいます。これからは、三原までひたすら山陽本線を乗っていくことになります。11時9分岩国行き。